遊戯はデルリンツでございます、ランクス僕ね、やっぱ初回、初回は動画にしたいと思ったので、その動画撮れる時を待ってたら、だいぶ経過しましたというわけで初めてそのコロシアムでランク戦やってみたいと思います。お願いします。あ、ちなみに今ですね、もうステージ21ぐらいまで来てます、なのに初って勝てんのかな。ちょっと僕まだ全然初心者なんで、その仕様が分かんないんですけど、もうやられてる方はちょっとぜひこんな感じでやってますとかぜひ教えていただけるとありがたいです。いきましょう、ランク戦デュエル。ランク戦について、あ、教えてくれるんだね。要はルーキーブロンズシルバーとどんどん上がってくんだってランクが。はいはいはい。あ、報酬もらえない。ちょっとこれ絶対やったらいいな。本当だ。俺超もったいないことしよう動画撮るまで待とう、動画撮るまで待とうって我慢してるからずっと。いきましょう。要は全国の人と対戦できるってことだよね。ランク同士でマッチングして。あ、なるほど。じゃあ俺これさ、初心ってか俺も言うて21までやってるから、始めたての人が来ちゃったら俺結構楽勝で勝っちゃうのかな。いや、そんなことないよ。ある程度やった人が来る。カードによってさ、あ、マッチング早っ、マッチング早っ。おお、よう来たよ、来たよ、早くね。よし、行くぜ。もう相手も同じ人なんだよね。多分人だよねってことでしょ。そうだよね。高校でやった。いいぞ。うわ、俺この上からやってるんだけど、普段はね。ただでも動画の時は変えたい。行くぜ。ジョーノッチ君、闇勇気になってもジョーノッチって呼ばないって言われた。ジョーノッチ、ちょっと待って、上から見て、上から見て。早くない？早くない？なんでなんで。あ、時間制限がありますね。私には時間制限というものがありますので、よろしくお願いします。マーダーサーカスの攻撃表示で召喚。攻撃表示、よしよしよし。復唱しなくていい、復唱しきるでいいし。復唱した方がいいし。マーダーサーカス、さらに魔法カード発動。手札から勇気の旗印。そんなにダサい動きだったかな。ダサいよね。ダサいよね。やめとけ。俺がダサい。手札から。装備魔法発動。闇の発信機見て。マードサーカスに装備。ダサいんだよ。ダサいんだよ。バトルだ。ダサいんだ。え、バカだろ。こんだけ強化して上へ行って来いよみたいな。行け。よっぽどラモンスターじゃないければいけるでしょ。効果が怖いよ。あ、効果、あ、でも火を扱うやつだ。だから大丈夫、逃げない。よし、結構多い。モンスター効果発動。何でしたっけ、この人火を扱う人じゃないの。何ですか、何が発動した。言っただけです。言っただけ、言っただけ。びっくりするわ。いや、魔法除去来てももう3つも強化あるから、ただした有利で闇があるから。これ今のところ僕の一軍。お、考えてるよ、考えてるよ。やばい、怖いな。ただでもクリボールもこっちあるから、クリボールは手札から捨てれば敵が攻撃してもシュミッシュミッってできる。シュミッ捨てるだけでいい。そうだ、クリボールを捨てるだけでいい。普通に捨てるっていう。攻撃表示なんだって。うわ、ドラゴンゾンビか、装備か、あれはメタル化な気がすんな。攻撃できたぞ。バトルだ。ボトル、え、ターンエンド、どっちやねん、どっちやねん。エレメントソルジャー、あれメタルかな気がすんな。まあいいや、とりあえず行きます。もともとの攻撃、ああ、そうだね、猫耳速で行ったとしても意味ないので、エレメントソルジャー紹介します。はい、エレメントソルジャー行くぞ。攻撃表示で召喚。召喚有利に復唱して、その復唱する人の復唱して。何回召喚だよ、言えんだ。ボトルだ。俺の次だよ。なんで俺より先言うんだよ。俺がやってる。いきます。え、大丈夫か、メタルカラーったらやばい。さあ、行くぜ。モンスターで攻撃。モンスターで攻撃だ。全然いいです。まだまだ。あれがトラップか、わかんないけど、行きます。でもこれで攻撃できる。なんだ、大丈夫か。ダイレクトアタック、ダイレクトアタック。よし、まあさすがに結構やっぱ21でルーキーな人あんまいないんじゃないの、やっぱり。ターンエンド。いいぞいいぞ。やべえって、プロモーションやべえ、俺のターン。そっちも言い出すって。両方楽しくなっちゃう。俺はもう勝ったんじゃないですか。逃げてるぞ。クリボールの飯、こっちがまずやられることは今ないでしょ。クリボールは敵が攻撃してきてたんですよ。そうそうそう、だからもうほぼトラップみたいなもんだよね。強いんですよこいつマジで。敵が攻撃してきてもできるぞ。あ、魔法職員してきた。何、どれを削除する。なんだ、まあ闇だろうな、闇フィルターだろうね。あ、そういうこと。普通は闇を消すよね。そっか、そっか、そ、闇消されてもまあこっちは、ああ、まあだろうね。それ消されて、まあでも勝てるでしょ。モンスター出てこなかったらもう勝ちだよね、うん、
せ。あ、モンスターを攻撃。攻撃表示。誰だ。あ、カラテマンだったらちょっとって思ったけど、でもまだ勝ったな。バトルだ。バトルだ。ああ、1体でも消すって感じか。残念だったな。完封勝利をして、申し訳ない、完封勝利させていただきます。待っていたぞ。待っていたぞ。モンスター効果発動。クリオールを手札から捨てることによって攻撃表示を守備表示に。ね、なんかかっこ悪かった。かっこよく見てるんだ。かっこよく言いたかったんだけど、ちょっとあんま聞かれるんだよ。かっこよくない。あれは戻ってこないの、クリオール。戻ってます。メイク、これ最強。一応押せます。どうせカードを押せって。どうせどうせ。あ、一応、じゃあ猫耳攻めます。出すのかよ。いや、もう分かんない、これ何やってくるか分かんない。もう完封勝利です。いけー。猫耳族一応入れてるけど、次に強いカード来たらもうすぐ首。バトルだ。今のちゃんと言うからね。もうすぐ首って。なんだよ。モンスターで攻撃だ。お、攻撃だ。よいしょよいしょ。しゃあ、これで決める。なんかやってくるかな。さすがにやってこないか。何もできない。よいしょ。初のランク戦一応勝てました。まあ、多分21で1に行ってる時点でちょっと甘れたよね。わかんないけど、そんな気がする。いいデュエルだったぜ。やりました。なんとかなんとか一応完封勝利。これどんなもんでやるもんなの。やっぱ結構やってます、みんなランク戦ガスガスやってる。なんかもらえないでしょ。あ、めっちゃもらえるよ、あの経験値。あ、そうなの。あ、嘘嘘ついたかもしれないですよ。嘘ついたかもしれない。なんかもらえるのか。あとルーキーランクから。お、ルーキーランクが上がった。オッケー。闇遊戯に俺は勝つ。闇たかしです。あ、今日はあれじゃない、千年パズルだ。あ、そうだ、そうだ、こいつ千年パズルが。ちょっと待ち、くん闇じゃない。お前は偽物か。闇じゃない。じゃあもう一人の奥だよ。あ、そうだそうだ。あー、ちょっと何もないな。俺とゲームを。あれ、相手さ、闇発動してねえじゃん。やっぱこれ始めたデルスじゃない、これ闇発動してないもん。え、あえて使ったんや。あ、そういうことか。別の。あ、そっかそっかそっか。どうしようかな。これ攻撃表示でいっちゃってもいいものか。いっちゃれ。まあ、いっちゃっていいか。いっちゃれ、いっちゃれ。どっちでいこうかな。まあ、どっちでも多分。まあ、でも遊戯が風を出してくる可能性も地味にあるんだよね。あの鳥がゲットできるから、最初の頃って、うん。エレメントデビルいってきます。モンスターを攻撃表示で召喚。エレメントデビル。これ、ほんと楽しいね。これ、なんかね、ストレス発散になるよ。やってみる、みんなも。家でやるとき、一人で部屋で。一人でやばい。モンスターを攻撃表示で召喚。一人でやってたら、いや、やっぱなんかその何、発声よく声出すと、何、やっぱ発散する。気持ちいい。ただカード出してるだけだから、すげえ気持ちいいから。お、カードいってきたよ。モンスターをセット。お、守備表示か。じゃあ、1700以上じゃないんだよね。いや、わかんないよ、2000とかかもよ。すっそうとお前やりてる。いや、全然僕より強い方なんて多分いっぱいいるだろうから。おお、なんか怖いけど。ぞでも正直現状で怖いのはメタルカぐらいなんだよね。そうだね。ごめん、あとはおおって言ってたら引いた。まあ、勝てなくてもこっちのメタルカ使います。しています。セット、カードをセット、トラップカードをセットって言いました。現実だったら、あ、トラップなんすね。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。じゃあこっちも出しておきます。モンスターを攻撃表示でしょうか。頼むぞ。イエーイ。エレメントソルジャーシュン。バトルだ、バトルだ、いきます。まあ大丈夫だと願いたい。モンスターで攻撃だ。よいしょ。なんだ、やべえ、熾烈かい。まあ大丈夫だ、こっちは闇でしたよ。あー、1700待っていたぜ。なんだと、何を待っている。あー、その人は地属性を愛する人ですね。何も待ってねえじゃねえか。え、メタルカ今つけて攻撃しようかな。1700同士だとダメ。そうだね。でも次、マジシャンガールを召喚できるから、うん、ここは見送るわ。最悪、マジシャンガールにメタルカつけます。はい、ターンエンドだ。俺のターンだ。沈黙。カードを引く。あ、引くのも時間がかかるのかい。あ、そういうことね。あ、まあ多分時差があるから、まあ、まあ、それはしょうがない。さあ、何してくる。ね、これめっちゃ楽しいね、これ。やばいんだけど。さあ来い、何をしてくるんだ。リバース、うわ、自己の壁。何これ。あ、でも次生贄にするんで大丈夫です。自己の壁は敵に装備して、そのモンスターがいる限り500ずっと食らっていくんですよ。
ダメージがね。そうそうそう、これ意味ないんですけど、それただでしかも攻撃力、装備されたやつは攻撃力。ただ別にこいつを普通に生贄に告げ、生贄じゃねえ、なんつうのなん、アドバンス消化するから関係ないです。よし、次敵が強いモンスター出さない限りはなんとかなる。めっちゃ悩むなこの人。よしよしよしまでが長い。うわ、空手マンか。なるほど、2体消される。いや攻撃し、いやメタルカもったいないから使わなくていいと思うんだよ。今攻撃して仕掛けてるんだ。仕掛けてきてターン、あ、ターン終了なんだ。攻撃してこないんだ。ターンエンドだ。おお、じゃあ次待って、2体召喚、2体生贄にアドバンスする気がするな。あー来たー、これ勝った。勇気の新しい足を引いたぜ。言っちゃダメだよ。言っちゃダメだよ。バレバレだよ。言っちゃう。さあモンスターを召喚する。よいしょ。呪魂の仮面がついてるのは誰。これで確認できない。できないんだ。あ、ついてる、今矢印後ろにね、青、緑で矢印ちょんちょんついてる。よし、はい、最上級魔術師から魔力を輸入。ちょっと受けた。たった一人の弟子。そこだけじゃない。いやいや、難しいから、難しいから、難しいから、かなかなか覚えられない。ダークマジシャンガール。さらに魔法カード発動、勇気の旗印、手札から遠足魔法発動。よし、倒せんじゃないか。来ました、もう敵はカードがないので。よし、行きます、バトル。バトル、みんなバカや。余裕ぶっこきすぎやろ。すげえ。ちょっとまあそしたら一旦こうしときますね。倒せますね。大丈夫ですね。すげえ。はい。頼むぞ。攻撃だ。よし。あ、これはもう、これはもう。いけ。メタル化もあるから、さすがになんかよっぽどモンスターを破壊されるとかなければ。いけ。かっこいいな。よし。言わないで。いやもうそこは恐れ多いですよ。必殺技恐れ多いです。言わないよ。ブラックバーリング。今大変だ。よし、これはいけんじゃないですか。俺のターンだ。さあ来い。カード引くぜ。何をしてくる。でもこれが結構もう今いい状況だね、うん、ドラゴンゾンビも今手札にあるから。お、あ、サレンダーした。なるほど、お前の勝ちだ、俺の勝ちだ。両方言うてるから、お前の勝ちだ、俺の勝ちだ。いいや、お前の勝ちだ、俺の勝ちだ。どっちだ。俺の勝ちだ。なんだよ。やりましたー。よかったけど、まあでも多分ランク1にはもう多分あれだね、うん、カード結構揃ってる状態でいったから。次はじゃあもうちょっとランク上げてからまた動画撮るわ。ランク戦はちょっと大体こんな感じっていうのが分かったんで、はい、いや、むっちゃ楽しいこれね。お前の勝ちだ、俺の勝ちだ。今、ああ今、俺今やってモノマネしてたの。やりました、これで上がるかな。で何個かやると結構要はシルバーとかになるところですよね。はい、そんな感じでございました。ちょっとまあおいおいまたやっていきたいと思います。そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ディスイッチャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またねー。